入れ、もたもたするな。話せって、今ならまだ間に合う。お前ら、自分たちがこの国に何をしようとしているのか、分かっているのか。だから、人違いなんだって。ここから出してくれよ。隊長、確かにリストより1名増えています。構わん、漏れがあったらかえって面倒だ。奴らの内通者は一人たりとも見逃せん。隊長、王女の演説が始まりました。よし、こっちも準備完了だ。計画通りに行くぞ。お前、俺についてこい。人混みに紛れたら思い切りやるぞ。後の者はここを片付けてから合流しろ。おっと、着替えを忘れるなよ。味方にやられたらシャレにならんぞ。お前ら、イリアを裏切ったな。ろくな。あら、この扉腐ってんじゃない？くそ、遅かったか。何をしている？奴を始末するぞ。あんたたち、覚悟はできてんだろうね。ぼーっとしてんじゃないよ。はっ！あんたの狙い通りだ。ぼーっとしてんじゃないよ。くらえ！まあまあかな。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに眠りな。さっきは助かった。私はラビア。あんたは？覚えとくよ。それで、なんでまたこんなところに？姉さん、大変です。演説会場で民衆と王国軍が乱闘を始めました。王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。おかげでウェーブランは大混乱だ。
小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。俺らには関係ないって。姉子、さっさとずらかろう。早くしないと巻き込まれるぞ。あれ、この人は？ああ、ちょっと面白いやつでさ。この子らは私の子分、マイサとファカールだよ。あんたも一緒に来なよ。こっちだ。次は私の番。えい。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。はっ。やるじゃんか。あ、なんでもねえ。俺がいるからには当然の結果ってことだ。
このままじゃいけません。ファカール、気持ちはわかるけど、まずはここを出なきゃ。じゃないと姉子の犠牲が無駄になっちまう。わかってるさ、俺たちは生き残らなきゃいけない。姉子の仇を取るためにもな。騒がしくなってきましたね。城門まで一気に走り抜けましょう。次は私の番。それ。私。怒ったよ。もっと頑張らなくっちゃ。次のターゲットはドイツだ。次は私の番。えい！みんなが頑張ったおかげで勝てました。今夜はごちそうでお祝いだよ。下がれ！これより王国軍はここを封鎖する。ボートは一人として出さんぞ。でも町に残っていたら。あいつら見境なしに人を殺しまくってるんだ。頼む。ならぬ。下がれ。奴らは民衆に扮し我が軍の始末を闇討ちしておるのだ。何人たりともここを出すわけにはいかん。隊長、ボートが押し寄せてきます。そうか、ならば来るがいい。強靭に倒れた我が同胞よ、手向けだ。命尽きるまで屍の山を築こうぞ。弓隊構え。Thank you.
やっと起きたか。よく寝るやつだにゃ。失礼なやつだにゃ。苦労して混沌の海から救ってやったのに。聞きたいことがあるなら早く聞くにゃ。もうすぐ。自分の胸に聞いてみるにゃ。君の願いのおかげで混沌の海で君を見つけられたんだにゃ。混沌の海は時間と空間の果て、運命が交わる場所だにゃ。と言っても今すぐ理解するのは難しいだろうにゃ。で、まだその願いを覚えているかにゃ。大きく出たにゃ人間。あれを見なさい。あれは道しるべ。君の願いが叶えられるよう導いてくれるものだにゃ。ほほーん、適応が早いにゃ。とはいえまさか一人で混沌の海に突っ込むつもりかにゃ。やれやれ、もう一回助けるのは勘弁してほしいにゃ。少なくとも信頼できる仲間たちが必要だにゃ。思い悩んで迷ったら自分の時間を作って自分を励ますんです。クラクラする。あれ、あなたはあの時の。私たちは確か縄文で。え、ここってまさか天国？わかるわ。初めてにしてはなかなかやるじゃないか。天国の猫ちゃんは喋れるんですね。いやー、天国よりも楽園と呼んでほしいにゃ。ま、それはともかく。あの道しるべまで行けばみんなを助けられるんですか？ふっふー。
端的に言うとその通りだにゃ。しかし簡単ではにゃい。何せ混沌の海にはたくさんの。あなたを信じます。みんなを助けられるならどんなに小さいチャンスだって掴んでみせるよ。よし、それじゃ面倒な説明は抜きにして出発だにゃ。怒ったよ。私やりました。えい。
が頑張ったおかげで勝てました。今夜はご馳走でお祝いだよ。人販売機オープンだにゃ。今日のおすすめ商品を見てらっしゃいにゃ。オ